前に手伝ってもらう。業者を通報することは市民の義務です。熊の森屋は本当に悩みの種なんだ。だけど美しい女で私にとってかけがえのない存在だ。今の状況は神に与えられた罰とは思えないくらいだ。そういうパトリックをここに連れてくるべきじゃなかったんだろうか。ここではもっといい生活が送れると思っていたんだよ、バカだろう。ありがとう。本当にありがとうね。くたばっていないようだな。お前、俺とクルーに何か持ってきたのか、それとも説教でもされたいのか。まあ座りな、コーヒーでも出してやるよ。
前に聞いてくれ。ピーチじいさんには気を抜くな。十分注意するんだ。武器を手にしたままここに入るんじゃない。武器を横に置けば中に入れてやる。彼が要求しているのなら言うことを聞かないとな。でも彼は君のプラスミドには手は出せない。前のボスは地獄から抜け出すときすぐに戻ると悪魔に言ったはずだ。すると悪魔はこう答えたのさ。フォンテイン様、お席はご用意しておきますってな。ダイアンはフォンテインが死んだと言っていたんだ。なのにお前がここにいて奴を裏切っている。ということはダイアンは脳出しで、お前は
ちに圧力をかけ、たまたまたをかけてやがった。協力しなければライアンにタレ込むぞと脅してくれたって、俺たちの若前から80ポイントもピンハネしやがった、クソタレが。サミー G が警察に行こうか考えたのって言ったんだ。翌日、サミー G は袋に血が出て家で発見された。フォンテインのクルーとして働き続ければ、俺たちはいずれ公主級になっちまう。ずらかろうとすればサミー G みたいになっちまうし。だけど何か方法くらいあるはずだ。向こうで